大人男性が選ぶのであれば、素材にもこだわっていただきたくて、ファッションの完成度も変わってくるのかなとも思うので。オクテットチャンネル。どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、この秋冬におすすめしたい大人男性に向けた秋冬のね、ファッション小物をご紹介していこうかなと思います。ということでね、今日はね、秋冬にね、特化したファッション小物っていうところでお話ししていこうかなと思うんですけど、どうですかね、皆さん。小物っていうとね、指輪とかシルバーアクセサリーからメガネも入りますし、いろいろあるんですけど、今回は秋冬っていうことで、一つはね、僕はやっぱりストールがいいかなと思います。それからグローブですね。この二つをね、ご紹介したいなと思います。そろそろね、クリスマスも近いんで、今日紹介するアイテムは、もしかしたらね、プレゼントなんかにでもいいかもわからないです。相手にでもいいですし、自分にでも。っていう感じで、やっぱりこういうのがあるとないとだと統一感といいますか、秋冬のそのファッションの完成度みたいなところがね、変わってくるのかなとも思うので、細やかなこの小物っていうところをね、ちょっと紹介しようかなと思います。まずはグローブですね。正直ね、グローブどうですかね。電車に乗る人はね、もしかしたらつけてるかもしれないですけど、女性の方でもそうですし、スーツ着た男性の方がグローブまでねしてるとかっこいいかなと思います。ここもねすごいおすすめです。大人男性が選ぶのであれば、グローブの素材にもこだわっていただきたくて、レザーとかがねいいんじゃないかなと思ってます。ということで、今日ねいくつか持ってきたんですけれども、今日紹介されているのはグローブスっていうイタリアのグローブのメーカーになっております。例えばね、なかなか面白いんですが、この辺はベーシックですよね。イントレチャートのこういう感じのグローブですね。中はねこんな感じでカシミヤになってるんで、あったかいっていう感じですね。こんな感じです、まあ、グローブスの特徴としてネットで見てもらうとわかるんですけど、サイズは一応あります。ただサイズ関係なく、すべてね結構手にね馴染むというか、かなりフィットする形になってます。グローブ特有のはめると背がわってなっちゃって、シルエット崩れるみたいなところはなくって、非常にね綺麗じゃないですか。そこまで手にごわつきがなくって、しっかりと手にフィットする、馴染むっていうところ。プラス、この使ってる素材が革なので、もっとね、柔らかくなって馴染んでいきます。イタリアモンドグローブって形綺麗なんですけど、これも同じで、すごいね、形綺麗なんで、秋冬のこのファッションを邪魔せずにね、身につけられるのかなと思います。ブラック、ダークブラウン、ベージュ。まずはこの黒とダーブラかなと思うんですが、この辺もね、自分の服装にね、合わせて小物まで変えてるとめちゃくちゃかっこいいかなと思います。ちなみに僕はこっちのね、普通のスムースレザーになるんですけど、この色持ってます。これもね、すごいね、形が綺麗なんですよね。こんな感じですね。指が細く見えると言いますか、非常に綺麗なので、ドレッシーなスーツスタイルとかにも全然合うと思うし、本当にオールマイティに使えるのかなと思います。僕はね、例えばボルドーっぽいような色で、ボルドーのニット、パープルの靴下みたいな感じで合わせたりしますし、同様にね、ブラウンだったりとか、オレンジニットに合わせてこれみたいな感じでもいいかなと思います。またね、こっちのこのスムースの形であれば、女性の方でもね使えるのかなと思うので、プレゼントとしてっていうのもできるのかなと思います。ということでね、次は2つ目ですね。2つ目はね、ストールです。ストールはね、もう僕が外せないですね。これはとにかくね、絶対と言っていいほど僕は秋冬はやるもアイテムなんですけど、今日はね、一応ストールと言いましても、大きくはね、マフラーとストールっていう感じですね。僕のおすすめのアイテムをそれぞれ2つ持ってきてます。まずは、ストールですね。ストールは、やっぱりこれ。はい。アッパーハイツのカシミヤのストールになってます。で、これは、大判ですね。こんな感じですね。ちょっとサイズ詳しいところは覚えてないんですけど、かなりね、こんな感じで、大きいんですよね。すごく、大きいですね。はい。で、これ全部カシミヤ100になってます。すごい気持ちいいんですよ。大判のストールって結構ね、女性的なアイテムっていうイメージがやっぱりまとわりついてるのかなって思うんですが、僕はユニセックスだと思ってます。男性がこういうね、大きな大判のストールやるのもなかなか粋でかっこいいんですよね。シンプルに、イタリアのおじさんとかだと、これ、以上。はい、垂らすだけ。みたいな方もいますし、僕だったらここからね、一つ、こうやって巻くだけだったりとか、まあ、こんな感じですかね。大判のストールは、結構ね、この面積大きくて、巻かずともすごくね、インパクトがあるアイテムかなと思うので、あんまりね、僕は頑張って巻く感じは、逆にかっこよくないのかなと思ってます。なので結構ね、もう、こんな感じで雑に持ってて、雑に巻くだけだったりとか、肩にさってかけるだけ
ぐらいの感じで使ってあげるとね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。これもね、やっぱり首元にあるだけであったかさ当然違いますし、活用の違いがあるんですよね。肩にかけてもいいですし、それこそね、これなんかは女性とかでもね、全然使えるアイテムかなと思うので、パートナーの人とお揃いというのもね、なかなかかっこいいんじゃないかなと、素敵だなと思います。またね、このカシミヤのストール、これオーバーストールなんですけど、値段もね、カシミヤ100で 33,000 なんで、決して安くはないですが、クオリティで考えると正直めちゃくちゃ安いと思ってます。なので、これはそういう意味でもコスパもめちゃくちゃいいんで、本当にね、おすすめの一本かなと思います。それからもう一つ。もう一つはね、マフラーです。マフラーはね、ちょっとね、面白いんですけど、これを持ってきました。はい。わかりますね。ヌメロ弁というのになってます。なので、ヌメロのマフラーですね。で、形はね、こんな感じで、長さはそれなりにあるんですけど、まあ幅がね、そこまでないですよね。なのでこれはマフラーっていう感じですね。うん。まあこんな感じとかですね。はい。これは結構ね、ブランドのロゴも入っているので、ちょっとやっぱりカジュアルな印象になるかなとは思いますが、カジュアルめなね、服装がお好きな方だったりとか、こういうね、モードなブランド系のロゴとかがお好きな方なんかはおすすめかなと思います。あとこれは、あまりね、ウール100なんですけど、チクチクもせずに、あまりこう、毛羽感を抑えられたね、マフラーなので、非常にそういった意味でも使いやすいかなと思います。春ぐらいまでね、軽く使えるかなと思います。ということでね、今日はね、大人の男性におすすめしたい秋冬の小物ということで、大きくね、グローブ、それからストールマフラーっていうところをね、ご紹介しました。やっぱりね、この辺があるかないかで、なくても全然構わないんですけど、秋冬全体のファッションの統一感っていうのはすごい変わるので、ぜひね、小物にまで注視していただくと、よりね、かっこよくなれるんじゃないかなと思います。それからね、今日のアイテムは、女性でもね、使えるようなアイテムを持ってきているので、プレゼントでもいいですし、お揃いで使うっていうのも、一つね、素敵かなと思います。ぜひね、気になった方は概要欄に貼っておきますので、見てみてほしいなと思います。はい。ということでね、僕らの動画は、毎日8時に動画を更新してます。ぜひね、気に入っていただければ、チャンネル登録をお願いします。ということで、メンでした。バイバイ。